はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プライズ限定呪術廻戦虎杖悠仁です。はい、前々から動画でちょこちょこ言ってましたが、僕アニメ版の呪術廻戦にハマっておりまして、今ちょうど第2シーズンが放送されておりますが、放送前から面白い面白いって言われてましたけど、本当面白いですね。で、来週早速アーツ版が発売するんだけど、僕結構プライズフィギュアも好きなので、前の動画でゲットできなかった伊豆の緑髪バージョンをいろいろショップを回って探してたら、このフィギュアがニューって感じで売ってたので買ってきました。2500円でしたね。では開けていきましょう。ライダー系のプライズフィギュアもいいんだけど、最近だと煉獄さんのこのフィギュアはすごい気に入ってて、クレーンゲームでやらなくても新品未開封が低価格で売ってることが多いので、プライズは助かりますよね。てかサンプル見る感じめちゃくちゃよくできてるけど、でここにスクナのマークみたいなのもあって、特にスクナのフェイスと交換とかそういう感じではありませんね。あ、ちなみに僕単行本も買ってなくて、本当にアニメ組なので、やっぱアニメが好きなんですよね。先を知ってる人がいてもネタバレなしでお願いします。僕野球界まで、今対抗戦が終わって野球界のところまで見ました。サイズは、あ、ちょうどいい。ドラゴンボールとかをプライズフィギュア見慣れてると、結構こういうアニメ系のやつが小さく思えるんですが、あ、よくできてるっぽい、よくできてるっぽい。ああ、よくできてるな。すごいな。上半身と下半身がこのように分かれてますので、ガチャッと合体して、これはあれか、国戦じゃなくって、慶帝剣の方だね。五条先生の元で習得したやつ。おー、おー、さすが、最新プライズフィギュア。素晴らしい。で、台座はシンプルなブラックになってて、これ普通に、自立は？いけない系ですね。なので、差し込んで、お、慶帝剣のポーズね。はい、これでフィギュアが、完成と、かっこいい！じゃあ、改めて見ますが、あ、めっちゃいいじゃん。超バランスも、いい感じ。ほら、この辺とか、かなり、虎杖悠仁、そのままって感じで、ほら、この辺の、アニメ作が準拠なのかな？めちゃくちゃ似てますね。慶帝剣ポーズ、パンチポーズで、改造制服で、このダークネイビーの制服の色なんかもうイメージまんま。もちろんプライズフィギュアですから、ポーズ固定でどこか動かせる箇所はありませんが、あえてこのポーズで立体化きたか。え、伏黒とか欲しいんだけど好きだから。ヒロインズはね、結構みんなキャラが濃すぎるから。でも人気的に次フィギュア化来るのは五条先生かな。はい、改めてぐるっと見回すとこうで、ドンと置くとこういう角度なんですが、横から見ると顔とか一切見えませんが、こっちから見ても顔が見えませんので、これはどういう風に、あ、こう、ん？でも、パッケージだとこういう角度なので、でもディスプレイすると見えませんから、飾るときはこういう風なのかな。はい、シューズとか見ると、お、シワ感とかも、造形もそこまで凝ってるわけではっていうか、本当に、慶帝剣のポーズ再現フィギュアだけど、躍動感すごいんだよな。そして特徴的なここのね、パーカー部分の金ボタンなんかも、表現されておりますし、プライズフィギュアですから基本は成型色の部分が多いんだけど、ほんと最近のものはチープさ全くないな。例えばこれが食玩でさ2000円のフィギュアとか言われたら全然納得だし、2000円ちょっとでこういうのがさ結構大きいのが買えるのすごくない？最近紹介した煉獄さんよりちょっと小型めで、でも一回2000円のさ、アズフィギュアとかと比べると、かなり大きく感じますよね。ただ角度的には顔が見えづらいので、ちょっとこう、斜めにして、よくできてんな。僕、アーツ版も一応買う予定なので、あっちだとスクナーにフェイスチェンジ確かできますよね。って感じで非常に躍動感のある、いいフィギュアに仕上がっておりました。顔とかも、ほんとよく似てるな。シリーズとしては、呪払いの術なのかな？
で、虎杖悠仁全一種なので、よくある 2P カラーだったりとか、バージョン違いは今回ないわけですね。気になった人はゲームセンター行くか、中古ショップのプライズコーナーなんかも見てみてもいいと思います。大満足。以上、プライズ限定呪術廻戦虎杖悠仁の紹介でした。